皆さん管理業務主任者試験お疲れ様でした2017年ここが出た官業本試験回答速報を始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはい、えー、それでは私亀田が担当するのは今回、えー、管理業務主任者の試験の中でまあ、会計そして設備そしてまあ、諸々の法令となります 問題番号でいうと問いの14番から問いの16番までの会計ですねそれと問いの17番から27番までのこれ設備ですね、えー、そして飛んで問いの40番から45番までのですねまあいろいろなまあその他の方例っていったところでしょうかね。はい、で、えーまあ、第一位の感想としては比較的取りやすかったで かなとは思いますですねでね設備の問題で、まあ、これはちょっとっていう問題が23問含まれておりましたが他はほぼほぼ、えー、過去問そしてやや常識係の問題っていうことでね点数はまあかなり、えー、取りやすかったかとは思います。で あの他の区分所有法とか民法のところはちらちらっとしかまだ見てない確認はしてないんですけど全般通じて去年よりかは点数は取りやすかったと思いますのでまあその辺ね、えー、目安にしていただければ、ね、まだ統計も何もない状況なので、ね、どれぐらいが合格点かというのは言いにくいところなんですがまあ全般通じてもやや去年よりかは取りやすかったかとは思いますね。はいで具体的に担当するその会計に関してそして設備に関してま途法令に関してなんですが。 まず会計ですね、えー。言い方悪いんですけれども、3問ともまあ、目つぶってでも解けるような問題でしたね。まあ、これを落とすと本当に致命傷になるでしょう。はいで設備関連なんですが、問いの17番から27番までの11問。 半分過去問で取れますから、まあ、僕いつも言うように、まあ、設備建築設備に関しては半分、まあ、それは約じもう少し少ない時もありますけれども過去問問で取れる問題ここをいかかかに落とさなかったかでそうすると半分過去問で取れて常識で取れるものが今回結構多かったのでうーん11問のうちそうです、ね、問いの17番から27番のうち落として手がつかない問題の3問。 ないしは四問で、結果的に七点八点はいくんじゃないかなっていう感じですね。はい。問いの四十番から、ええ、四十五番までの、まあ、他方例、まあ。まあ、民法系統もありますが、これも比較的取りやすかったですね。落としても一問二問。まあ、それぐらいで行きたいところですね。はい。まあ、全般的なものでした。 具体的に見ていきますと、まず会計からなんですが、えー、表現悪くね、あの、目つぶってでも解けるって、その通りで、ほぼ過去問なんですね。要点だけ言っときますと、まず問いの14番ですが、えー、仕分仕訳が問いの14番と問いの15番で続きます。で、もうほとんど出し尽くされても、手口ももうないんでしょうね。問いの14番ですが、えー も簡単な話が管理組合の目線としてまあ、お金を払ったんですけれども、2月分ははい。未払金、そして4月分は前払金。まあ、これであれば何の問題もないということですね。あの勘定科目の使い方として2月分が、えー、払ってなかったので、未払金、そして4月分として払う3月の仕分けですのでね。前払金というので分けていただければと思いますね。で、事実関係も。 2月に実施終了の、まあ、清掃とありますので、まあ、これは2月分だということも、まあ、すぐ見えてくるところだと思います特に問いの14番なんかはですねえー、絶対落とせないでしょうねまあもちろん問いの15番も絶対落とせないんですが問いの15番の要点としては同じく仕分けですねで駐車場使用料とあるんですけれどもポイントはですねあのー、まあ 最近たまにやってくるのが、三月の仕分けするときに三月の事実があって、それにプラスアルファ、実を言うとその三月、えー、未収になっていたものがありましたというね、これをまあ仕分けとして忘れなかった、読みまあ読み落とさなかったか、それから、えー、ちゃんとやったかというところですね。あの事実記載があるものと、まあ三月の駐車場のまあ使用料についてですね、入金されていない、まあこれの仕分けをちゃんとしたかっていうところですね。で合計足し算したら、まあこれも ロンタクからも推測できるところなのでね、えー、絶対落とさないところでしょうね。はい、問いの16番の、今度は税ですが、これもまた、えー、何度同じことっていう感じでしょうかね。えー、消費税の問題に関してですけれども、えー、まあ、その他消費税だけじゃなくて、総合的に聞いてるんですけれども、結局、えー 許容部分などをまあ電波会社に貸すときはこれもっと収益事業に当たるってもうそれだけでしたねはい、えー、それ以外のものは特に必要ないというところでしたはい、えー、問いの十四十六はこれは決して落とすことができない問題でしょうかで設備なんですがまずは問いの十七番からまあ問いの十九番までもまず建築基準法なんですがここの三問で勢いをつけてかどうかでしょうね。えー 1718はもう過去問その通りなんですけれども例によってやっぱり建築基準法は数字の入れ替えが多いですね。しかもその数字の入れ替えは勝ってやったものばっかりですね。あの地下2分の1じゃなくて3分の1でした、ね、というの17番です。えー、それから天井までの高さ居室の高さですけれども、えー、これは。 2.4、まあねね、じゃないですよねこれですぐ消えるというところですそれから問いの19番、まあ、コンクリートに関してなんですけれどもあの正解足はそのかぶりの厚さを聞いて細かい数字なんですがこの問いの19番は逆にですねコンクリートの性質分かっていれば1番と2番と4番で消去で取れますので、えー、3番しか誤りなかろうどっか違うんだろうなという目線でもあるし まあ比較的取材があるところなんでまあ数字をしっかり覚えてても取れるところでしたね。まあ、いずれにせよこの問いの17から19の建築基準法関係で3問とも取っていくとかなり余裕が出てくるんですよ。えー、この建築設備というのは余裕があるとこれあのいいようにいいように回っていくんですけれどもあの勢いがつけられなかったり最初につまずいたりすると後々の問題で ちょっと自分だけ抜け書けして何とか点数取ってやるあの欲が出てきたりですねここの問題取らなきゃいけないっていうちょっと追い込まれたり状況するのでそうするとあんまりいい結果は出ません。でやっぱり今回は問いの17から19の建築基準法関係でしっかり勢いをつけて問いの20番問いの21番と常識的な問題がちゃんと取れたかっていうことですね。 はい、えー、多少ですね。あのー、まあ、雑学っぽい問題でしたね。今よほどネタ切れなんでしょうかね。問いの20番は地震そのものの知識で地震の揺れ、確か p 波とエス s 波がありましたよね。っていう問題でしたね。それから問いの21番なんですけれどもまあ、音の問題なんですが、正解心見ますと加齢性難聴のこと。 まあこれ若い人にとっては何のこっちゃなんですけど僕らぐらいの年代になってくるとだん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 上の方高い音が聞こえなくなるんですよね。ですからそれしかないいだろろううっていうところですまああの逆に言うとこの試験設備の問題でよくあるのが高いと低いを入れ替えるパターンねまあこのパターンをよく知っておればこれ読みミスもなくな,ないでしょうしね取れたところでした。い問いの20番地震波波波にはは P 波と S 波がありこれは あの最初に揺れるグタグタっと揺れるものとあと何秒か経って大きな揺れが来るんですよね地震って大体ですね。それをイメージすると P と S と並んでくるので P の速がガカっと来るので P の方が速いに決まってますよね。 そうですよね。えー、後で来る S は遅れてくるのでっていうふうになるとこの辺も細かいことを、えー、突っ込むよりもそのの知ってる常識のところだけで答えれたものです。はい、それからさっきちらっと言いましたが問いの21番の音についてはですね加齢性難聴とその言葉自体僕も初めて聞いたんですが、えー、そう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 ちょっとずつ、えーまあ、年齢が加わってくるとだん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 あのー。 高い音が聞こえにくくなってきて聞こえるのは怖い奥さんのダミー声みたいな感じのね薄いドズが効いたような声だけとかっていう風になってきますのでね高い音から聞こえなくなるんですよね。問題文では低い方から聞こえなくなるってまあ完全に高いと低いの入れ替えですよね。こういうのは建築基準法の問題で勢いがついたらまあミスなくいけるので。 そうですね。あのこういうのも一つ勝負となります。あのよく常識で解けっていうのはあるんですが、そのよ常識というのはある程度過去問で取れる問題を、えー、取っとかなきゃ。余裕が出てこないんでね。そこが勝負だったとは思います。はい、一方ここまででほ。 まあほぼほぼ半分取れるなっていう気持ちがあったら、えー、問いの20番から問いの24番までこれがもういわゆるマニアックなところなんですがここで1問でも、まあえー、転がして取れるかなっていう感じでしょうかね。内容としては非常に難しいところなので解説は省略させていただきますが問いの22から問いの24に関してはですね少しきつかったかなっていう問題です。まあ、その中でもまあ 一問でも引っかかればね、まあでももちろん全滅しても特に合否には影響を与えないところでしょうか。で、その気持ちの余裕があればですね、問いの二十五から問いの二十七番なんではですね、常識とは言いませんけれども試験まあ過去問慣れするとそんなバカな というところでで取れるんですね例えば問いの25番です、えーまあ、どういった法律かはね長期,流用流長期、えー、有料住宅の普及の促進に関する法律、まあ、読めないですけどね、まあ、そこで建築って何を指すかっていうと新築だけではなくてそれは増築も改築も確か建築基準法もそうだしなその意味で変える理由はないだろう とまあ、ちょっとやや感覚的なものになりますけれどもいや建築って新築だけのことを言うわけないだろうっていうことでそれから問いの26番ですがマンションの維持保全の問題ですけれども足の1番ですね、えー、マンションの所有者と管理組合にはその維持保全の義務がねなアホなことあるかいっていうのでこれも素直に誤ってるもの、まあ、不適切なものとして選べるはずです。 それと問いのの27番なんですが肺炎設備のまあこれは報告の期間ですけれども5年とあっていや今までの、まあ、過去問の流れから言うといろんなものが、まあ、3年ないしはうんぬんかんぬんとあるのでいやここだけ5年ってそうなのかなっていうのもあります。それれかかからら、えー、ががこれはほぼ過去問通りですから、えー、多少地震がなかったとしても えー、2, 3, でまあこういったところも結局25番から27番までも比較的取りやすかったというふうな形で続いていって結果としてまあこの11問の中で落としていいのがまあまあ3問ぐらいかなっていう感じで建築設備も比較的高得点が狙えたとは思いますね。はいで 最後になりましたが、まあ、その他法令ですね。問いの四十番から、これ、えー、品格法の問題です。それから、問いの四十一番が、純伝統民法の貸し担保責任ですかね。まあ、この辺もほぼほぼ、えー、過去問通りなんですが、問いの四十番。少しですね。品格法。えー、っとたまに出てくるのが、品格法は、新築住宅の貸し担保責任の特例。と、もう一つが、住宅性能評価ですね。 で住宅性能評価に関してはほとんど取材ありませんがで出てくるとなるとこの点しかないっていうのはたまーに僕言うんですけれども、えー、細かいことはいいので住宅性能評価の方は既存住宅も新築も対象ですよということとそれから適用すする市内は2位ですあのー、新築住宅の貸し担保責任の特例はこれはもう強制的に適用ですけれどもこの。 住宅性能評価はこれは2位ですっていうところですね、まあ、ここを押さえていただければ何の問題もなかったところでしょう、はいえー、問いの42番なんですがこの問いの42番に関してですね、えーまあ、今年出たかっていうのが円滑化法ですねでこれこそ捨ててる人多いと思うんですが意外とこの試験においては表面的なことがしか出ないんですねで これもまあ講座講義なんかではよく言うんですけれどもえこの建て替え円滑化法はまあ敷地売却というのが加わって結局えまあ組合作ってですね究極の目的とすると建て替えですよねそれから売却するんだったら売却ですねそこで一番大切なものなんでしたっけってなると建て替えに関しては権利返還計画ですよね。権利返還計画。それから、 えまあ敷地売却となるとそれこそ敷地売却決定これが一番大切なものなのでそこはまあえ母数は置いといて5分の4でしたよね一番重い建て替えと同じぐらいのね。で他はまは例えばさまざまな変更とかそれから設立に関しても確か4分の3四分の三で良かったはずです。で今回え問いの42番の円滑化法ですが敷地売却に関してですね 設立で、えー、母数は置いといて5分の4で出てくるのでいやこれおかしいだろうっていうのであまり深く考えずとも、まあ、これが誤ってるかなというのは推測は立つはずです、ねえー、こういった、あのーまあ、マイナー法令なんですけれども。 本当にイロハのイートローぐらいはやっとこうというのはやっぱりこの試験においても大切ですのでねまあ、そこが手をつけれたかっていうのが一つポイントでしょうかねはい、えー、問いの43これ地震保険に関する法律まあこれこそ初めてなんですが、えー 保険実際にご自宅の保険かけた時に保険屋さんからいろいろ説明聞いた時まあほぼ常識のように確か地震保険というのは火災保険などと一緒に入らなきゃいけないやつだよねとかですね、えー、地震あった時の,その損害としてはもちろん建物そうなんですけれどもあの借りてる人なんかからすると絶対中のいわゆる重機備品を踏まえた動産ですよね。まあ、心を守ってくれるというのが もし保険契約締結したときにちゃんとね保険屋さんの説明を聞いていたらあその通りその通りってなるはずなんですけどね、えー、と皆さん住んでるところもあるでしょうし借りてる人に関しても、まあ、今は多くは書、えー、けるでしょうからその辺を思い出していただければまあ逆の意味で、えー、経験でしょうかねあの、まあ、経験というかね、まあ、常識というところで取れた問題でした。はい 問いの44番問いの45番問いの44番は借地借家法の問題でしたね。で問いの45番が宅建業法です。まあどちらもですね、まあ、典型的なのですが。 問いの四十五番の宅建業法は、えー、改正点がまあズバリ出たというところでしょうかね。はい、少し分析しますと、問いの四十四番なんですが、えー、借地・借家法で、まあ、やっぱり今年も出題されたかというので、定期建物賃貸借ですね。この定期建物賃貸借に関しては、書面で契約、そして書面で説明でしたね。えー、ただしい公正証書までは要求されておりません。これも何度も出題されています。 ちょっとせこい引っ掛けとして、公正証書などによる署名。まあ、こういう言い回しだと正しいんですけれども、などが入っていない公正,公正証書と言い切ってしまうと、これはいくら定期建物賃貸借であっても、そこまでは要求がないので、この点も誤りと。まあ、即答できるところですね。えー、逆に言うと、こういう覚え方でもよかったですよね。あの借地借家法関連で公正証書まで要求されているのは。 下の方の方敷地の方のね、えー、土地の方の事業用の定期借地だけですというところでねまあそういう覚え方すると他で公正証書を要求されてた全ですべて誤りというところからも持っていけたところでした。はいえー、最後になりますが問いの45番「宅建業法」ですが、えー、思いっきり出てきましたねあの問題文を読んでて勘、えー、づかなきゃいけないところですね。宅建業者 A が自ら売り主として 宅建業者じゃない B. または宅建業者 C. との間で、うんぬんかんの売買。必ずそこで重要事項の説明とくると、相手が宅建業者の場合。今年の改正において。書面の交付はいりますけれども、え一、ー、回一回の説明はいらなくなりましたね。まあ、そこのところが、まあ、ずばり足の四番で出題されたところです。まあ、改正も踏まえてのものなんですが、内容自体が非常に平易だったので、はい、まあ、総括しますと。 えー、問いの40番から45番までの6本ですねほほぼほぼ落ととせないっていうところでしたまあそうすると、まあ、全体総括としてなりますが会計それから設備、えー、建築そして他方例となるとん設備の問題で何問かマニアックすぎて取れない問題はあるものの他はミスなくいかに失点を防げたかというところですね。えー、そしししてて、えーまあ、ここは、まあ、ある程度しか、えー、と検証しておりませんが 民法法法区分所有などどの法令もそれほど難問じゃないというところです、ね、はい、でここ数年、ね、個数問題も極端に減っておりますので、まあ、その辺からも最終的な合格ラインは、まあ、去年35ですからもう少しというかね、まあ、3点も4点も上,上乗せされるということはないでしょうけれどもある程度高得点いくということはね、えー、言えるんじゃないでしょうか。でしたはい、えーまあ 以上がまあ、本年2017年の管理業務主任者の、えー、まあ、全体的な感想で、まあ、私担当する会計設備、他法令としては比較的取りやすいということでした。はい、それでは、えー、解説ですが、えー、終了します。お疲れ様でした。